よしよしよし、めちゃくちゃ長いな。うわ、あれを、はいはいはい、もう俺分かりました。俺それ習ってないよな、その杖。いや、もうこの先行くんでいいの。なるほどね。そんなこと。ああ、やってた。大事なやつやったじゃん。ああ、おお、出てきた。大事なやつは出てくるようになってんだよ。あ、そうなんや。今初めて知ったけど、うん、俺も。ああ、なるほど。いいですね。その。この一人が先に進んで、後から。さいなら。はい、おじさんが行くか。じゃあ行ってくれ。はい、どっちだこれ。でもこれ揺すって、それを揺すって落とすんだよ ね、 よね、多分ね。落とせない。揺れてる。揺れてないか。揺れてすないのか。そこで掴もうかな。え、2人でぶら下がったの。あ、いけた。よっしゃ。うわ、かっこいい、かっこいい、これすげえ、すげえ。おじさんがじゃあそっちに、え、こっちでいいのか。どっちや。うわ、何、ぐにゃぐにゃぐにゃ。 あそこの岩だ。いけくそー。その一人が先で、一人を後で呼んであげることを、うん、そのゲームの用語で、うん、フックアップっていう意味ですね。誰だ。悪いやついんな。いや、悪くはねえか、別に。うわ、悪くはねえか。いや、何が悪いんか、全然。ゲームの用語ならば、ゲームの用語なんやから仕方ないですよね。うん、もうここ上がりでしょう。ここね、何ですか。ここはセーブされましたよ。お、でもな、フックアップって名前聞いたらもうできなくなるからな。めちゃくちゃ風車が、あれ？ずっと風車回ってるだけ？おっと。え、風車捕まらなあかんのちゃん、それ。そうだろうね。うわぁ。うわ、かっこいい。あぁ、え、そう、なにそれ。よし、もう一回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 。うわ、それやりてぇなぁ、そのカタパルト。カタパルトじゃない。おじさん、うわー、すげえ景色一望。え、どこ行っていい。てっぺん、うわー、さっしゃー、オッケー。危ない。どこ行くんやん。あ、観察するか。うわー、固まると見える。カタパルトのとこ見える。見なくていいんだって。あ、おっさんだ。人間ルーレットやってるおっさん。大丈夫だ、大丈夫だ。ルーレットマンね。あー、ルーレットマン。え、あそこ、あそこか。そこ行ってどうすんのよ。ゴールがあるんじゃない、わかんないけど。え、危ない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 。ちょっと一回降りよう、一回降りよう。危ない。力つた、捕まらなかった。樽があるな。行ける、そこ普通に。
あると思うよ。あらー、お、行った。え、どこ行った？なんだここ、合ってんのが。どこ行った？セーブされてなかった。なに？このロープ何やこれ。どこ行った？あの、なんか小屋みたいな近く。これを、これ風車でそれやらないかんかった。いや、いけた、頑張れば。風車じゃなくても。え、じゃあ、なんだ、なんもねえぞ、なんもない家だぞ。ここじゃないのか。どうなんだ。どうなんだ。どうなんだ。上に乗んのかこれで。なんか鍛冶屋のあれがあるけど。なるほどね。もう分かったわ。バルト的にこんな感じで。あ、うん、ちょっと足りねえか。あれ、え、落ちた、なんで落ちた、なんで落ちた、え、落ちた、え、なんで落ちた。まあいっか。いやいやいや、落ちた。分かった分かった、ちょっと待って待って待って、落ちた。なんだ、打ちどころ悪かったのかな。なってた、岩にガーン当たったよな。ちょっと待って待って、でも待って、あ、無理だ。これでもさ、セーブできてなかったんだよな、さっき。ちょっと待ってよ、 なんか押したか俺。え、俺が押したの。なんか入ってこれない。来た。おお、来た。逆になった。逆になったやん。何これ。まあいっか、分かりにくいけど。あ、でも全然されてたんだ、そこに来るってことは。違うのかな、確かに。うん、でもまあ、え、ちょっと待って、入れ替わってる。俺が変なおっさんやってんじゃん。おい、俺が、うわーうわーうわー、変なおっさん、変なおっさん、うわー、来た来た、気持ち悪い。うわー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 、来るな、こっちに。変なおっさん、来んな、こっちに。うわーうわー、おじさん。おい、おじさん、おじさん見て、おじさん見て、変なおじさん。来るな、もうおじさん、もうだから変なおじさん。いや、ふざけてる場合じゃないから、おじさん。てててててて、うわうわうわ、うわぁ、もうやだな、変なおじさんと二人だけの空間。変なおじさんとの君の名はやりたくないんだよ。一番くだらねえわ。なんなんだよ。もう俺、あの、今ね、これなんかあそこにさ、洞窟みたいなのあるよ。確かに白が瀬戸山になりましたもん、和型がね。あ、でもこれ復興せる壁じゃない。いや、そんな気するんやけどな。ね、あれ持ってこよう。キーオリーもなんか引けるんじゃない。ちょっと飛んでみろ、おじさん。俺こっちに、でもおじさんじゃないよ、もう。一人称おじさんって言わないで。違う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 、今おじさんに。あ、おじさんに。俺飛んでみるわ。ならいいわ、ならいいわ。おじさんも洞窟や、謎の洞窟。おじさん、おじさん働き者だな。右側のおじさんは働き者だね。いや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 、全然変じゃないわ。もうこのし、俺は今田代やから、俺今。いや、今田代や。だっておじさんが金床を運ぶし、見たことある。大丈夫だで。ないでしょ。確かにな。あ、上か。カタパルトとおじさんはギリあったかもね。大丈夫だでも。本家でもギリあったかも。確かに。
わ、いくか。うまっ、今の乗せ方うまっ。押せないな。もうちょっとだけ押したい。もうちょっとだけ。うわこれ、よし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 、これはいけない。最悪や。何それ何それ、待って、下まで落ちた。オッケー、一番下まで落ちた。あれ、あそこまで行ったのに、マジ最悪や。あー、ギリいけない、ギリいけない。オッケー、もうこれはいった。おお、ちょっと待って、立っちゃったじゃん。おじさん、ちゃ立っちゃったの。立っちゃったよ。沈まれ、沈まってくれ。ああ、終わった。シュシュシュ、ジャンプでピョンピョンっていこう。さあ、いけねえ、ジャンプでいけねえ。うわ、ばばい。オッケー、よし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 、あー、いけてるよ。よし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 、で、ここでいける。ここいけなかったらもう何の意味もないよ。お、いった。うわ、なんかあるやん。よっしゃー、セーブしたぞ。こっちルートよ。じゃあ俺はこっちルートで。これはなんだ。あ、なんか穴だ。あ、それを下ろしてあそこの穴に降りていくと、すごいこと考えますね。うわー、これ行きたくねー、怖え。じゃあ棒、あれ、つかまれるかな、それ。無理か。うわー、最悪だ、もう。あー、ちょ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 、最悪だ。え、これ同じとこいない。え、え、まだちょっと違う、でも違うかも。なんか違う。ちょ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 、こっちから行けんじゃん。でも似たような場所やな、確か。これで再会できたらね、嬉しいけどね。変なおじさん、なぜ毎回現れるのかの努力が垣間見える、ね、垣間見える。こうやってたんだ。これどこに落とすんですか、この岩。落とした方がいいのかな、やっぱり。こっちじゃねえか、でもどう考えても。なんか落としてみよう。ほら、すげえ幻想的な曲かかってきた。おお、なるほど、素晴らしい。うわー、さあ、それ、おじさん、取れ。そんなトリックあるんや、トラップ。うわ、大丈夫か、おじさん。あ、でも別に降りても良さそうだな。あ、オッケー。おっさんの身体能力えぐ。変なおじさんってやっぱ偉大だね。あの、それも飛び移すとボコンってなりそうじゃない、それ。確かに、待っていいんだろうな。うわ、ふー、うわー、すげえ。俺ら来たぞ、すごい、カタパルトだ。うわー、はあ、カタパルト行きてえけどな、俺この謎解明しやな、俺はな。
まるとこれどうやって動かすの？ほら、わからんのやろ鉄やり方教えて。いくいく、もう行くわ、じゃあそっちにな。これな、この、これをクリアしてクリアしなくていいって、もう危ない。ほら、カタパルトで今度は石だね、石をバーンってやって、よいしょ、もうあそこ開けるんだ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。そもそも弾になる石がどこにあんだ？最悪や、もうもうそっち行こう。もう、あ、おじさん見える。あ、ストーヘンジだ。おーい、ストーヘンジの、ストーヘンジの中で遠いこれはちょっとすみません、やらせてもらいます。やっぱ遠くの変なおじさん。変なおじさんだから、変なおじさん。ストーヘンジの変なおじさん。はあ、ストーンヘンジってそういう謎。チコールももうじゃあ、ほっ、そっち行けるでしょう、さすがに。よしよし、じゃあ俺がこの使い方を教えるわ。これを、言わないよ。いや、もうおじさん乗ったらいいんじゃないの。おじさん乗って掴んだらバターンって閉まるんじゃないかな。あれ、やってみる。人間逮捕、人間逮捕。こっちからでいいのかな。オッケー、で人間逮捕、これをちょっと待ってな、これじゃ任せてくれ。これで生きたね、全部の経験が、うん、よし、これでめっちゃ腰振めっちゃ腰振ってるな、これ。いけーおじさん、いけー。おーいったいった、ほら、いったおじさん、おじさん落ちた、おじさん落ちたのか、おじさん、え、おじさん落ちた、この下崖やった、落ちた、おじさん、え、おじさん落ちちゃったか、おじさん、うわぁだんだん積み終わってか。あー、いけた、全部の経験が生きてきたぞ。オッケー。え、ここから、え、なにこれ、え、ここに穴あるけど、あ、ここ開けてさらに行かなきゃいけない。そんな、ちょうどそんなとこ行くか。いや、行くようになってるでしょ、これは。行くようになってるよ。ほんまにそのやり方でいいのかな、このおじさんのな。いや、もうカタパルトを信じよう、最後は。あ、確かにな。じゃあ、行け。あ、やっぱりだ、ここダメだ、穴じゃねえわ。あ、でも待って、いける、待って、待って、いけるよ、これ。いける、ちょっと待って、ちょっと待って。おお、いける、いける、もう入ってる。オッケー、いった。見る腰腰のおじさん見る。おじさん、おじさんが城の中にいる状態見る。おじさん、いやいや、いいから、もう先行ってくれない。いいから、もうこの格子柄の、ほら、もうゴールだ。いった、あー、嬉しい。あ、やったー、あー、よっしゃー、嬉しい、これは嬉しい。というわけで、皆さん、遅くまで、ね、お付き合いありがとうございました。はい、というわけで、まあ、そして、はい、勝手に変なおじさんのキャラを使ってしまった志村健さん、申し訳ありませんでした。そんなにマジで使ってないから大丈夫。そんなにマジじゃないから。志村健さん、申し訳ないです。そんな距離も近く、はい、一応ね、一応ちょっと近くないし、別にクレジットというか、そのね、許可は取らないためすいません、勝手に使ってしまいました。はい、はい、というわけで、じゃあ今週はこの辺で、はい、ありがとうございました。